じゃ次の方どうぞ。どうぞ。私をこれだけ待たせたんだ、しっかり審査してもらうよ。すいません、ちょっと今日患者さん多くて。言い訳なんざ聞きたくないね。すいません、どうぞ。失礼するよ。小綺麗にしてんじゃないか。あ、まあ一応病院なんだ。どうぞおかけになってください。焦るんじゃないよ、時間はちゃんとあるんだ。まあでも診察にならないんで。世話しない男だね。ピシッとしな。はい、どうぞ。私に指図すんのかい。いや、指図っていうか診察にならないで。それもそうだね。ですよね。おっと、はどうぞおかけになってください。たやすく座ると思ったら大間違いだよ。どうしました。私は白石麻里亜、あんたは。いや、お名前の前にかけて。聞かれてるよ。はい、名前を聞かれてるよ。はい、村上です。はい、あんた村上ってのそんな珍しい名前じゃない。どうぞ。はい、覚えとくよ。そうですね、はい、覚えとくよって言ってんだよ。聞こえてます。はい、どうぞ。それにしても情けない顔してるよ。あんた女を知ってんのかい。何ですか、いきなり。知らないなら私が教えてやってもいいんだよ。なんでそんなんですか。バカな男だね、真に受けて。私がそんなにたやすく寝るような女だと思ったかい。あんたの目は節穴だね。次の方どうぞ。あちら、何言ってんだよ。私は小1時間も待ったんだよ。そんな私に帰るなんてあんまりじゃないか。いやいや、座ってくれないと始まんない。そんなに座るのが大事か。大事ですよ。わけいいな。そっちの方が診察しやすいでしょ。そっちの方が診察しやすいでしょうね。早い方があなたもいいでしょ。早い方があなたもいいでしょうね。長くなるな、これ。ごめんなさいね。次の方どうぞ。間違って、座んないのに理由があるんだよ。もういいです、次の方やりますね。分かった分かったよ、座るよ。私の負けだよ。は？でもどうなっても知らないからね。大げさですって。痛い。そうだよ、痔だよ。殺せよ殺せよ。あ、なんで女にこんなこと言わせるなんて、このろくでなし。ここ眼科なんだけどな。